皆さんこんにちは、ルナトシのトシです。あれルナは、ルナ、あー気持ちよかった。お風呂入ってたの。あ、今日もルナの日輪島生活やっていきます。はい、そのままでやるの。あ、じゃあ今日はなんだっけ、公園作り。公園作りね、そのままでやるの。やるじゃあ始めましょう。現場はこっちだ。こっちか、ここだ。 OK、 はい、どうぞ。これから工事を始めます。始めてください。ちょっと危ないかな、この服は普通はね、普通バスタオルとスリッパで工事しないと思うけど。あら、ちょっと待たれよ。すげえ、バスタオルでヘルメットかぶって走り回ってるわ、街の中。地図でも見てたの？いや、だって待ってるの疲れるから。稼ぎだあ、遊ぶな。どこ行くん二人で。あ、下地完成。下地完成。ここに。うん。いろいろと作っていきます。いろいろ作って、作って作ります。あー、砂場だ砂場だ砂場。あ、違うな、ここで気分しない。もっとこっち。ショーイ、なんか悩み事があったらパパにいいな。これでも48年間生きてるからいろいろ知ってるんだ。ショイ、どこ行くの？せっかくパパ話してたの。いや、その滑り台作った？うん。あ、パパのやつ？なんかね、リメイクじゃない、あのあれ、リサイクルボックスに入ってた。パパのやつだ。ちょっと付き合ってくれ、リメイクしに行くぞ。おう、なんか空いてる家ないかな。空いてた。はい、リメイク。ルナ、バスタオルで部屋入ってきたらびっくりするぞ。ビンタいいな、それオレンジジュースじゃない？あ、ビンタさすが猫だな。猫草？うん。パパ、今赤作ったから覚えといて。なんで二人で拍手してんの？シンクロすんな。赤。イエロー。イエロー。左から順番に作ればいいんじゃない？じゃあ次作って。上手だ。シンクロすんなってば。次作って。上手。あ、こいつミノムシ飼ってる。あ、ルナがあげた。やっぱり？リメイク終わった。バッタも飼ってるの？ビンタ。あー、ルナがあげた。やっぱり？
黄色かった。ここはエメラルドだよね。お、捕まえた。見えてないのに。タイヤ立て。ブリブリ座んな。ああ、いいね。うえ、びっくりした。邪魔か。あ、う、出れません。マジ。ありがとうよ。あ、向かい合っちゃダメよ、危ないから。それ動かすのはパパできるのかな。うん、そうだよ。いいんじゃない、そのぐらいずらしといた方が。これ一個だけ押そうか。うん、いいと思う。ブランコは背が高いから、砂場を前に出してここだな。いいね。あ、そうだわ、なぜかブランコの前って砂場だよね。うん、そんな公園多くない？多い。で、砂場で遊んでる子供をブランコに座ったお母さんが見てる。あ、置けた。これリスとかあるやつ。間違えた。これこういう感じでいっぱいない？あるある。着替え入れる。え、着替え入れるな。虫虫取り網で。あ、違う、虫かごで。こうだな、ひとまず完成で。はい。ブランコがあって、恐竜がいて、水飲み場があって、綿菓子屋さんもある。はい、いかがだったでしょうか。ルナの日輪島生活、今日は公園作ってみました。はい。で、まあまあ、なんか今までパパたちが見てきた島が良すぎて、もう少し改良いるね。うん、またどんどん改造して、楽しい公園にしていきたいと思います。はい。ではまたチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。お願いしますよ。ではまた見てください。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。はっ。何それ。苦笑い。これあるよ、失恋。ほら。